メイさん。でも中の飾りは少しエデンらしくないみたい。なんとなくそんな感じがするわ。あら、鋭いのね。あの飾りは黄金の庭のもう一人の主のものよ。もう一人の主？エリシアのこと？いいえ、エリはこれに名前をつけてくれただけ。そのもう一人の主はメビウス博士よ。私はこの黄金の庭を彼女に送ったの。エデン、一つ質問してもいいかしら？もちろんいいわ。あなたは私の友人だもの。あなたがどうして火を追う賀に入って融合戦士になったのかわからないの。私から見て、それはスターだったあなたとどこにつながりがあるのか想像できないわ。あなたの言った通りよ。かつての私も自分がこんな道を選ぶとは想像もしてなかった。初めて火を追う蛾の存在を知ったのはオーストラリアのあの大火災の時だった。あの時、すべてを失った私は、事件の生存者として、火を追う蛾の基地に連れて行かれたわ。そこで長い間、治療とカウンセリングを受け、火を追う蛾の戦士たちとも徐々に知り合うことになった。エリシアとはその頃に知り合ったの？ええ、エリは火を追う蛾で初めてできた友人であり、一番最初に私にチャンスをくれた人なの。もちろん私は彼女を拒んだりしなかったわ。どうして？気づいてしまったからよ。歌い手としてのエデンはもうあの大火災の中で時代とともに去った。その光はもうとうに消えていたの。けど火を追う蛾としてのエデンはまだスターのようにこの世界で輝き続けることができる。生きていくなら、今まで通りに輝かしく生きないと。そう自分に言ったわ。だから、私は火を追う蛾の一員になって、自ら融合戦士計画に参加したの。それは、すごいことだと思うわ。そうかもね。融合戦士になるって決めた時、エリもびっくりしてたくらいだもの。確かに、普通自らそんな手術を受けたりしない。でも、それ以上に
立ち止まる自分が許せなかった。エデンの光が簡単に消えることが耐えられなかった。だから手術を受ける前に自分で融合する崩壊獣を選んでもいいかって聞いたわ。自分で決められるの？普通はできないわ。その手術は非施術者の身体状況と崩壊獣遺伝子との適合度が大事なの。けど、もし複数の崩壊獣と適合する結果なら、博士は選択する機会をくれるって、エリがそう言ってたわ。それで、何を選んだの？私はこう言ったわ。選べるのなら、最も輝いているものをちょうだい。
また会いましたね、フー。ええ、こんにちは。ふう、一つ聞きたいことがあります。私の知ってる限り、融合戦士の寿命は普通の人類よりはるかに長いです。もし選べるとしたら。あなたは新起源の人類が自身を守れるようになるまで千年でも万年でも見守り続けていくつもりですか？メイさん、私はただの戦士です。その問いに関しては、すみません。想像だけで、その重さを感じることはできません。そうしたいとは思ってますが、残念ながら私にはできません。長い時間の中一人でいるなんてこと、おそらく私たちの中で可能なのはケビンだけでしょう。うん、あなたもできるわ。ちゃんとできてる。ケビンよりもずっと。委員長、